何でよ。20キロなんだよ。そんなん出したら本当に。どうもあれよ、桜井じゃったんだからよ。20キロもか。そしたらよ、罰金は来るだろ。終点遅れな。大体いくらよ。罰金したらよ、20キロじゃもう8000回1万だろ。終点は？終点はもう1ヶ月以上だよ。 みんなこっち側に運転してもらうんだけど、本当に出したのかよ。8000円は取られるよな。8000円は取られるよ。20キロ分、終点は、家庭が苦しくなるわけだよ。4じゃ分かんないぞ。4じゃ分かんないぞ。体がないぞ、お前。8000円は取られた。俺は公園じゃないな。
白バイのメーターだけ確認をしてください。わかりますか？わかりますね。そんな勝ったことないんだけどな。かもしれない。川崎さんですね。前にさん二度ばかりじゃありますね。ではね、免許証保管しますからね。一応保管証をあげますから、これで10日間運転してください。で、整備に帰投しまして、免許証を受け取ってください。まあ、でも絶対何もしない。なんて言われるんだよ。前さんは一部始終を見て言ってるんだよ、あんたに。いい加減なこと言うわけないし、あんたに。現場であんたすでに認めてんじゃんか、自分のこと。もうこの30メートル走ったってのはね、だから30メートル関係あるかどうかわかんないけどさ、とにかく都電の整理場のさ、右が通ったことは間違いないの。え？しかし、あんた裁判行ってさ、いや、運転してるものとだな、その、一応その交通量を検挙しようと思って見てるのがどれだけあれがあるってことだ。分からないですね。自分でやったその、とにかくあなたのこの違反は在宅装置の手続きを取りますからね。あんた簡単に先生なんて言うけどね、大変なんだこれ。今度また現場へ行って検証をするんだな。
3番ね。はい。払っていきます。で、後ろで待ってください。払います？隣の2番へ並んでください。そのまま2番ね。払っていきます。4000円ですね。2番へ並んでて名前呼ばれたら納めてください。4000円あります？そのまま2番へ並んでください。2番、隣へ並んでください。3000円。3コーナーのクリア。裁判しないの？しない。そのまま一回収めたの。そうだ、裁判しなきゃ損だよ、そらな。3万5千円で8000円取られたんだよね。家庭がね、美味しくなるよね。大体ね、一般のね、予定した運転ならさておいてよ。職場運転手からね、二千円以上持ったらね、運転手からね、こっぴどくその罰金取るなんてのは、持ってのほかだよね。いや、でもやっぱりそのほかいいんだよ。あの、罰金だけならまだいいけどね。そうだそうだ。その修正があるだろ。これくらい大きいんだよ。1ヶ月だな。1ヶ月ぐらいだよ。これは痛いよ。バッキンなら金も済むけどよ。免許と野外でお金払ってたらカッパじゃない。そういうことだよな。苦しくするんだもんな。釘広いですよ。最近コンクリになってたら釘が落ちてないけど。正直どんどん食っていけないよ、本当。あとお前大きかったんでしょ ?4 万円。4万円の場合だったらもうがっくりだな。もうどうしようかなって。どうしようがないよ。あれ、月付きじゃないからまずいんだよね。でもね、4万円とか何もするけど、やっぱりね、8000円だって痛いよ、それ。大きいよ。だそうだよ、3万5000円で8000円払ったら、まだ部屋代がそうだもん。やんで4万円でも痛いぞ。さあ、物壊しもさ。どうしてもこの、この写真見たら分かる通りね。この胃袋っていうのはね、実際にはこの写真見るとね、ちょっと素人には分かんないだろうけどね、こういうふうにこう、下がりすぎてるわけだ。普通の位置はね、この辺の位置なんだ。この辺の位置で胃袋のしまいがね、この辺になっているのが正常なんだけどね。ところが実際にはもうこういうふうに下がっちゃってるからね。腰骨のそばまで来ちゃってる。そう、もうへその下あたりだな。だいぶ下がってる。だから実際には、ここへこう食べたものがね、ここへ溜まっちゃって、そこにまあ海洋だとかさ、いろんなこう、ものができたりね。ここがこういつも溜まってるわけだ。ぶっちゃん、俺なんかもうこの口かな。家なんかもしょっちゅう具合悪いしてるからね、一回見てもらった方がいいんじゃないの。見れば大概あんたはまあ大体こういう状態かもしれないな。間違いねえな。それで一つ、科学的にさ、このレントゲンではっきりこうなっちゃって出ちゃってんだからな。どうにもならないよ、こういうこと。あんたなんか大体おかしな日だな、これ、うん。言ってそんな格好してねえだ。じゃあ俺なんか胃が丈夫で余裕だと思っても相当こうもう中段ぐらいまで来ちゃってんのか分かんない。来てんな。もう真ん中辺まで下がってるからね。みんな来てんだよ。だからぶっちゃ行くとき俺連れですくんねえかな。再現調子悪いから。これよりまだしてもらったら困るぞおい。本当にね、見てもらった方がいいよ。一回一緒に行こう。あんたの胃かよこれは。そうはい、おかしなことない。俺学校でなかったらいいっていうのはこんな格好で腹切るのがあったら大変だったけど、おかしはさみんな切っちゃってんの。じゃあだろ、ヒロポンだろ。あんたヒロポンだろ。それから、ヤスオ、それから山崎さんだったろ。江田さんもそうだったか。江田さんも切ってる。あ、そうだ。それから
ちは。ダメだね。近いじゃないよ。急いでんだって。飯食いに行くんだから、まあ3分で。まあ
もう走りはしないよ。靴やった？4つだよ、まだ。4つんじゃねえか。俺なんか3つだな。やっと。3つどうだか分からないよ。ダメだね。
もそうやかと言われるんですから、信号を無視したりスピードを出しすぎたり横断歩道を一時停止を怠ったりして大事を引き起こしますと、面倒な裁判をした上に罰金は取られる、免許証停止は食うということになります。しかのみならず会社の信用に響きます。あそこのタクシーはこれこれこういう大事故を起こしたなんて新聞に書かれてごらんなさい。困るのはあなた方一人一人です。くどいようですが、年末にかけて交通事故が激増してくる中で、くれぐれも交通事故を守っていただきたい。これから、遅れてよ。